チャンネル翔平をご覧の皆様、いや、噛んだ、噛んだから全然そこは編集どうにかしてくださいチャンネル翔平をご覧の皆様、新年明けましておめでとうございます。チャンネル翔平を始めて、約1年が経ちます。まだまだ、動画的にも内容的にも、未熟ですけど、2018年、もうさらに、頑張っていきますので、皆様よろしくお願いします。まだ終わらないよ。先日助っ人に行ってきました。はい、まず自分の打席です。緩い球で力んでしまい、引っ掛けてしまってサードゴロで終わってしまいました。ダメですね。そう、ピッチングもやりました。 M 級でやったんですけど、キャッチャーちょっと出演 NG ということで、このような、感じになってます。はい、まずピッチングをちょっと見てもらいたいんですけど、はい、足を上げてリリースの瞬間、リリースの瞬間をちょっと見てほしいんですけど、足を上げてから左足を内側に入れて、でお尻から先に出てます。そしてリリースを前に、自分はひねって投げるタイプなんですよね。ちょっとこれはちょっと気抜いたんで、あんまり低くなってないですけど、あ、今のですね、今の右の肩を、キャッチャーの方向に投げた後に向くように足上げて前に、はい、足上げて前に、リリースの瞬間を見てください。足上げて、まだ開かず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 に、今開いた、でリリースは前、ほら前、結構前ですよね。そのリリースを前にすることがすっごい大事なんで、これを自分は意識をしてやっています。リリースの瞬間が前ということによって、変化も遅くなるんで、バッターの見極めはしづらいと思います。あ、これはちょっとヒット打たれちゃいましたけど、ちょっと甘く なってしまったんで、まあ、甘くならないように頑張ります。で、これも監督さんですね、相手の監督さん、ビデオファイターズの監督さん、ピッチャーゴロに打ち取ってチェンジと、この際も空振りですね。自分が思ったのは、普段から、結構若い人たちとばかり対戦をしていたんですけど、今回助っ人で来させていただいた時は40代の方、40代50代の方が多くて、その中で、ちょっとやらせてもらって、まあいろんな、方とお話をしたり、交流をして、まあ、こういうピッチャーがいるんだっていうことを知ってもらって、中には、YouTube を見ていただいてる、見てもらってた方もいて、まあ、いろんな話をできてよかったです。で、こちらが、参加させていただいた太陽ライジンさんの、選手たちの、プレーです。参加させてもらったので、ちょっと今日は、この YouTube に載せさせていただきました。自分が持ってきたイーストンのバットを使っていただきましたね。グリップのところがぐるぐる回るって言って、すごい珍しそうにして
ていらっしゃいました。はい、そしてこの後、太陽ライジンズさんにちょっとお話を伺いました。チームの、年齢構成や人数、どこで活動してるかなど、聞いてますので、よかったら見てください。どうぞ。皆さんこんにちは、チャンネル翔平です。今日、助っ人に迎えてくださいました太陽ライジンさんです。どうも今日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。中野区拠点にしております太陽ライジンズです。宣伝する。年齢構成は20代から40代で上高田哲学堂を中心に毎週土曜日活動しております。はい、今日はですね、ビデオファイナルさんと勝負して2連敗と、まあ、負けてしまいましたけれども、元気よく、みんな怪我なくやっております。はい、太陽ライジンズさんですね。参加したいという方いましたら、ぜひとも連絡してみてください。結構寒いですけど。寒いですもん、ね、今の時期は、ね、怪我なくでもできたんで良かったですね。はい、また今度あの機会がありましたら、参加させてもらって、また交流をね、お待ちしてさせてもらいたいと思います。はい、ということで今日は太陽ライジンさんに、参加させていただきました。またこういう、助っ人の、活動をねやっていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。